大セタカガメは、ハチュウコウカメもクイシガメかアジアカワガメ属に分類されるカメ。インド北部、バングラデシュのガンジス川水系最大高長48センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、高長26センチメートル未満。背甲は扁平で、上から見ると後方が幅広い卵型。第2。 第3、C ンパ板後部に突起状の盛り上がりがある。第2、C ンパ板後端は後方へと出し、第3、C ンパ板前端とわずかに接する。廃坑の色彩はオリーブ色で3本の暗褐色や黒の筋模様が入る。廃坑と復興の継ぎ目や復興の色彩は黄色や高褐色。頭部はやや大型で、やや扁平。 粉炭はやや突出し、上あごの先端は凹む。上あごや下あごの交合面に、一本の粒子がある。頭部の色彩は、オリーブ色や褐色、暗褐色で、粉炭から、目、鼓膜、側頭部にかけて、単行色の筋模様が入る。卵は、長径4.6から6.62センチメートル、単径3.2から4.12センチメートル。体は、 C パ板のキールが明瞭で、復興にはパ板ごとに赤や褐色の反紋が入る。成長に伴い、キールや復興の反紋は消失する。以前は、セタカガメ属カチュガに分類されていた。2007年に発表された核 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統解析では、セタカガメ属がカラグールガメやバタグールガメバトガーバスカ。 を含まない側系統群という解析結果が得られた。そのためカラグールガメやセタカガメ属の構成種をより記載の早いバタグールガメ属に含める説が提唱された。標高500メートル以下にある流れが早く水深のある大型河川やその周辺の氾濫源にある湖障、湿原などに生息する。飼育下では、幼体は雑食傾向が強いが、 成長に伴いメスは、ほぼ完全な植物食になる。繁殖形態は卵生。インドの個体群は、3から4月に1回に15から35個の卵を、産む。卵は5から6月に孵化する。飼育下では、摂氏22度の環境下で83から89日、摂氏33度の環境下で56から58日で、孵化した例がある。 種商名団合化はヒンディ語で本種を指す呼称、ドンに由来する。生息地では卵も含めて食用とされる。河川改修やダム建設による生息地の破壊、水質汚染、食用の乱獲などにより生息数は激減している。漁業による混獲によっても生息数が減少している。2003年にセタカガメ族谷で、 ワシントン条約付属書2に掲載された。ペット用としても飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アクアリウムで飼育される。大型のケージが用意できない限り、一般家庭での飼育には向かない。幼体は動物質も食べるが、成長に伴い植物質を与えないと、成長不良などを引き起こす可能性がある。ありがとうございます。